こんにちは、マース系チャンネル3です。今回はですね、俺の好きなアイドルということで、と言いましても、今現在でいうところの DD で、誰でも大好きなのでね、特別この子を推してるとかというわけではなくて、ものすごい幅広いのですが、その中でも俺の好みの傾向っていうのがありまして、目元涼しいって感じ、ちょっと切れ長の女の子が好きでね、理由は中学校の間 の時のね、好きだったマドンナがちょっとそんな目元涼しい綺麗なのね、女の子でしたので、そこの辺から好みはちょっと目元涼しい女の子っていうのが好みになりました。例を挙げて言うと、ちょっと昔だと、森高千里さんとか、俺の動画にも入ってます原田知世さんとか、あとは現在だと山本です、NMB 卒業しました山本さやかちゃんとか、そんな感じの子が、好み、いわゆるそれは昔から変わらぬ好みです。で、1986年頃だったと思いますけれども、その頃、好きだったアイドルっていうのがこちら、藤井一子さんです。このチェックポイントっていうのがこのデビュー曲で、これはですね、TBS 系ドラマの夏体験物語の主題歌になりましたね。この藤井一子さんっていうのは、ドラマ毎度お探せしますで、ミポリン中山美穂さんの、脇役で出て、その後2でしたっけ、その自分が毎度お探せします出て、その後夏体験物語やったんでしたっけ、その辺は曖昧になって忘れてしまいましたけど、ものすごい当時もね、ものすごいタイプでしたね。この彼女は藤井のからし明太子っていう、明太子屋さんっていうのはもう昔からね、アイドル時代から有名だったんですけども、でね、現代のあの人は今的な番組でね、今現在明太子屋さんでおかみさんやってるのを見てね、いいお母さんしてるなって思ったところです。それでこの藤井一子さん好きということで、これはだいぶ時間経って、もう、ね、それこそ2000年入るぐらいの時にちょっとまだほら DVD がこう普及しない頃に、中古で見つけたんです、この夏体験物語のビデオ。いいでしょこれ、1000円で、このブックバーって書いてるのも今なくなってしまいましたけど、夏体験物語のビデオ、これは俺の宝物、宝で、でね、吉井久蔵さんとかみーさんとかね、出ててですね、ちょっと書いてありますけども、この当時はね、毎度お探せしますもそうですが、ちょっと下着姿とかね、バスタオル1枚とかね、ちょっとエッチな感じのが出てるってことで、人気でしたね。はい、でこれ挿入歌は共演者の網浜奈子さんとかね、ビーバーパイスクールじゃねえや、ビーバーパイスクールは違うわに出てたりとか、あと佐藤恵美さんとかでね、この番組面白かったですね。あと勇美奈子さんってね、元のトンネルズの、事務所だった女の子とかって出て、これ面白かったですよ。はい、で俺藤井一子さんで好きな曲っていうのがあります。それがこの、バンクショットってね、これこれも、TBS 系ドラマの、恋に恋して恋気分っていうドラマで、確かの思い出したのは、野々村誠さんが、主役のレーサーの番組で、だちょうどこの番組やってる当時、俺の動画で紹介しました、NSR、ね、50を乗ってたので、世の中レーサーレプリカブームということもあり、こういったバイクを中心にした、番組もできたんでしょうけど、だからこのバンクショットがね、もうずっとの脳内でこうヘビーロテするわけですよ。で、ちょうどね、ドラマの最初の部分がね、バイクでこう走り出す瞬間、昔でいうところの、映画の汚れた英雄的なね、音楽とバイクの映像がこう頭の中で一致して、脳内でずっともうかっこいい曲っていう印象で頭の中で
構響いてたので、当時ね NSR50 でこうバイクで走ってる時このバンクショットっていうのが脳内でかかってたのと、あともう一つ脳内でかかってたのは南野陽子さんの吐息でネットがずっとなんだか春らしい曲なんですけど、かかってたと、まあ、要するに頭の中お花畑でねバイク乗ったって感じですね。はい、ということでこの藤井智子さんの番組じゃねえや、曲でこのバンクショットが一番好きな曲です。それとこれも新しく見つけたんですけども、俺知りませんでしたが、もうこれ引退ね間近なんでしょうかね、この DVD をこう出してたようで、このね、まあ、髪の毛の伸びてたんですけど、この頃全然もう、まあ、俺もね仕事もきっと忙しかったんでしょうけども全然知りませんで、引退間際もねどんな感じか知りませんけど、こんな際どいDVD も出してました。はい、ということでね、今回からですねちょっと今のこのレコードこれ引っ張り出してきた時にですね、当時の俺が買ったレコードいっぱいありましたので思い出したので、まあシリーズ化といいますか、俺の好きな、アイドルとか、もしくは好きだった、まあ、バンドとグループとかね、それから聴いてた曲なんかいっぱいありますので、そういうのは俺の動画で、少しずつ紹介していきたいと思います。でこの動画が面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。